はようございます。介護福祉士のカズです。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、動画今1週間ぐらい空いちゃってるんですけれども、今、撮影はしています。で、編集がちょっと難航しているところなのですが、編集終わり次第随時アップしていきますので、よろしくお願いしますというところなんですが、いや、その前にですね、チャンネル登録者様がですね、300人を超えました。ありがとうございます。100人までまずですね4ヶ月かかってます。で、100人になるのに半年かかって、今7ヶ月目300名というと、200人の時にね、俺の動画撮りたかったんですけれども、思った以上にペースが早かったのでちょっと突っ飛ばしてしまいましたが、今回改めてお礼をさせていただきたいなと思います。本当に皆さんありがとうございます。このチャンネルでは、介護福祉士国家試験の対策とか、あとは、介護職を置くね、一応10年目なので、その間に起こったこととかね、をお話しして、悩んでる方のね、お役に立てればいいなということとか、あとは認知症とか介護のことをいろんな方に知ってもらいたいという思いがあるので、そういった発信をねしているチャンネルになります。と、私のチャンネルを見てくださっている方、本当にね、熱い思いを持っている方がたくさんいらっしゃるので、なんでしょうね、こちらもね、すごく勉強になるし、モチベーション上げていただいてますし、非常に楽しい YouTuber 生活みたいなものをね、送らせていただいております。でね、今後僕自身は今自分の会社を、自分自身独立をして会社を、立ち上げましたが、結構ね、難しいところだなっていう風にね、やってみようってね、何の知識もなく始めちゃったことだから、とりあえずやろう精神でやっちゃったっていう感じなんですけど、そうやってね、ほら、介護士っていうのが底辺だって、ちょっと言われがちだなと思ってるんですけど、そういったものをそこでね、言われっぱなしでいるのはちょっとね、どうなのかなと思って、自分自身で何か変えられることはないかな、やれることはないかなというところで、始めてみました。だからね、本当に素敵な才能があるとか全く思ってないです。なんだけど、本当にね、ただただ10年介護をやってきた普通の人なので、何かやろうって言って始めた時に、介護士っていうそのイメージをね、変えられたらいいなと。皆さんにも、見てくださってるあなたが挑戦したいって思っていただけるように、意外と簡単、この人でもできるんだったら私にもできるかな、俺にもできんじゃないかな、みたいな風に思っていただけるようなね、活動をしていってますと。ちょっと時間はね、かかるかもしれないけれども、少しずつ介護士っていうイメージをね、変えていきたいなと思ってます。だから、ゆっくりですけれども頑張っていきますので、応援していただければなと思います。やっぱりね、僕一人でできるとはね、思えない。僕一人でやってるわけじゃないです。いろんな方に助けていただいたり、こうしてね、見てくださっているあなたにね、応援してもらってるから、僕はね、やれています。本当に、僕の事業の思いとしてはね、やっぱりお一人お一人にしっかり寄り添っていきたいというところがあります。あとはご家族様の思いもね、しっかり受け止めて、なんかね、ちょっとまとまんなくなっちゃったけど、で、いろいろありましたね。200人目前にしてね、心がね、折れてしまいました。それは何でかっていうと、撮影編集結構時間かけてやったけど、全然見てもらえないなとか、登録者さんがあんまり増えないなとかで、見てもらっても1分2分しか見れてもらってないんだなとかね、あった、これにやる意味があるんだろうかとかね、思っちゃったんですけど、それでもね、見てくださった方にね、応援していただいて、励ましのコメントもいただいて、続けていこうと思えるようになりました。はい、で、そこから本当にね、このチャンネル自体がね、変わったと思ってます。それなんでかっていうと、介護のこととかお話しするだけじゃなくて、いただいたコメントに動画内で、お返しするとか、いただいたコメントをもとに動画を作るとかっていうことをしていくようになったので、そういう作り方をするようになったので、皆さんとね、一緒に作り上げているチャンネルなんだなっていうふうにね、思うことができて、だからなおさらね、やっぱり僕一人のチャンネルではないというふうに、これ綺麗事っぽいかもしれないけど、本当にそんなことない、本当にそんなことなくて、僕一人でね、できてるもんじゃないなっていうふうに感じてます。だからね、本当に大切にしていきたいなと思ってます。で、これからね、もし YouTube やってみたいなという方がいらっしゃったら、途中でね、心折れることあるかもしれませんが、大丈夫、自分で伝えたいこととかね、聞いてくださってる方の役に立てるようなことだったりすれば、きっとね、共感してくださる方がいるから、やってみましょう。で、もしね、始めるってなったら教えてください。僕もチャンネル登録しに行きます。動画見に行きますんで、はい、よろしくお願いします。なので本当にありがとうございます。こんなね、このチャラチャラしてる感じ、このね、服も300人用に買ったわけじゃないんです。撮影でね、一回なんか着れたらいいなと思ってたんですけどこれ実はね、多分ね、小学生くらいの女の子用の服160センチのね、やつだからぴったりなの、これ。そう、だから女性用っていうよりも女の子用のね、
サイズがぴったり、まあ、あの古着だけどね、それぐらいね結構ね背もちっちゃいしね、あのコンプレックスって結構あるんですけど、なんとか頑張ってやってます。はい、そうそうそう。でまあね、 YouTube もしね始めるにあたって、僕の場合は1本の動画ね、まあ、10分にしてますけど、実際喋ってるの僕30分ぐらい喋ってるんですよだからね、間にいらない言葉とかさ削っていったりとか、あとは結構僕あのほとんど台本なしでね考えながら喋ったりしてますからね、だからいらないところがねあると、それが20分もあるっていうのもね、なんだかなって感じです。まあ、そんな感じでやってますと。で編集自体も最初ほとんどしてなかったんですけど、まあ、だんだんね、編集必要だなと思って、介護系の YouTuber さんではなかなかないんですけど、ジェットカットっていうね手法を使ってポポポポスピード感あるようにね一応作っていますという感じですね。だからねちょっと不自然だなっていうところももちろんあるかなと思うんですけど、手法としてはさ、 YouTuber でいうとヒカルさんとかね、エミリンとか、そういう方たちがねやってるような手法を使ってますと。なんかさ、ゆっくり介護のことについて お話をするっていうのもいいんですけど、僕ってさ、その権威性がある感じでもないし、すごい権威性、つまり先生的な、ね、感じではない。見てくださってる方もね、結構20代から30代の方が一番多かった。10代の子もいたり、もちろん40代50代60代といろんな方に見ていただいてまして、はい、びっくりしてます。こんなねチャラチャラした感じなのにね、でもね、あの中身は一応ちゃんと真面目な はずです。一応なんかね、その美容師っていうさ、介護福祉士だけど美容師の免許も持っているので、少しはねおしゃれにしたいなみたいなところがありますね。何の話でしたっけそうだから、編集でね、そのジェットカットっていうのを使っているんですけれども、まあ、そういうことをしていると、編集でね、編集だけでね多分6時間ぐらいかかっちゃうかな。前はねもうちょっと早くできたの、4時間ぐらい編集4時間ぐらいでできたんですけど、効果音はねつけない、つけるとさらに時間かかっちゃうから。でも、BGM だけはねあの入れるようにしてます。まあ、ジェットカット使ってるにしてもね、淡々抑揚もあんまりなくね喋っている感じがするから、ちょっとね飽きちゃうのかなっていう感じだから BGM はねしっかり選んでやってます、僕の話がねつまんなくても、音楽だけはね結構いいものを選んでるはずなので、音楽だけでも楽しんでくださいという感じです。なのでね、結構大変かなとは思うんですけど、新しいことにね挑戦するっていうことはね、若さを保つ上でもすごく必要なことだと思うので、ぜひ挑戦してください、はい、大変だけどでも楽しいよ。はい、というわけで本当にありがとうございます。応援してくださった方の中に、まあ、YouTube のチャンネルをね、されてる方いらっしゃるので、概要欄の方に皆さんのチャンネル載せておきますので、ぜひご覧になってください。いつもコメントくださっている皆様、こじこじさん、ギギギイロさん、のりこさん、たかおさん、闇の帝王さん、はい、というわけで今後ね、あの挑戦していくことの中でね、まあ、認知症カフェ今、やっぱりねコロナウイルスの影響で自治体からの助成補助がね出ないのでですけど、まあ、これはね始めていこうかなと思って、まあ、来月にねやる予定にしています。そんなにねたくさん集まってしまうとね感染のリスクが高くなっちゃうので、1組90分でやっていこうかなというふうに思ってますね。そうチラシも作ってるんですけど、あとはねちょっとねもう一つ僕挑戦しようと思っていることがあるんですけど、これはね、まだやるかどうかは、今検討中ではあるとね、あのリスクがあるかもしれないので、まあ、とりあえずねリスクがそんな高くなければやってみようかな。そしてそれがね地域の方のねお役に立てることであれば、やっていきたい、まあ立てそうなのでねぜひやっていきたいなというふうには思ってます。あの実際にちゃんと始めたらねまたご報告します。結構ね面白いと思うんだ。これからもどんどんあの新しいことどんどん挑戦していこうかなと思ってます。あとは介護福祉士の国家試験対策もあの鋭意継続していきます。鋭意継続、まあ、この間ね継続 Amazon プライムで見たんだけど、久しぶりにね、もう何回見ても面白いですよね。継続って知ってます？住幸彦監督で、渡部篤郎、中谷美紀、面白いですよぜひこれもねあの概要欄載せておくんであの懐かしいって思った方ぜひね、あの Amazon プライムは無料で見れるのでぜひ見てくださいどうでもいい話しちゃったか、はい、というわけでまたねあの長々と喋ってしまいましたけれども、本当に皆さんありがとうございます。はい、1週間空いてますけれども、今編集やってる途中ですので、随時アップしていきます。ブログの方も、まあ、少しずつ更新したりとかしてね、介護福祉士国家試験対策はねブログの方はね、まあまあそれなりに出来上がっているので少しずつ修正はしているので、役に立てるんじゃないかなと思っています。感謝しかないね、感謝してます皆さん本当にね。なんかこうちょっと、ね、終わるのが
忍びないんですが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。もうね、実はね、28分喋ってるんでね、これがね、どれぐらい短くなるのかわかんないけど、はい、というわけで、皆さん本当にありがとうございます。何回言うんだって感じですけど、はい、ありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。